朝起き上がったら腰が痛い。同じ姿勢でいるとき、動いた瞬間腰が痛くなる。そういった経験ないですか？私も過去に何度もぎっくり腰になってるんですが、この腰が痛くなる原因って、体幹の低下、日常的に体をひねる機会が少ないための筋肉の硬化、あまり使われることのない体の背面の筋肉の低下によるんです。今回うつ伏せで一緒にひねるだけ、たまに腰が痛いよーっていう人、一緒にやりましょう。現在期間限定で公式 LINE 追加をしてもらうと、たくさんの方が結果を出した1週間お腹痩せメニュー、足痩せメニュー、ダイエットカレンダーに加えて、公式 LINE から無料メルマガ追加をしてもらうと、さらに痩せる食事メニュー、運動メニューを配布しています。残念なことに公式 LINE ではメッセージ数が限られております。実際にたくさんの方にダイエット情報を届けるのは無料メルマガになります。なかなか痩せられない、習慣にならない、そういった方は登録してみてください。そして今後も無料メルマガの方では、21日間エクササイズ習慣化プログラムや2ヶ月短期ダイエット集中コース、そういったものを配布していきますので、楽しみに追加して待ってください。うつ伏せで寝た状態で足を上げて反対側にひねりましょう。このままキープ、スマホ見ながらでいいです。楽にひねってください。まずはね、無理に引っ張らなくてもいいので、軽くね、足を横に伸ばすだけでいいです。リラックスしていきましょう。反対も同じようにいきましょう。足疲れたらね、こっちにで戻してもいいですからね。楽にストレッチしていきましょう。腰が悪い人はね、無理に引っ張らないようにしてください。今度は足を横に持っていきましょう。このままキープです。内もも、内転筋が硬くなってしまうと、どうしても腰が反れたり腰が丸くなったり、楽な姿勢になってしまいますので、しっかり筋肉を伸ばしてね、正しい姿勢作りましょう。痛いよーって、ちょっと腰をね動かすと力が抜けます。反対も同じようにいきましょう。結構腰が痛いよーっていう人はね、このどっちかだけ痛いってパターンが多いので、どっちも違和感なくなるようにね、同じように筋肉伸ばしていきましょう。リラックスしていきましょう。オッケー。で、今度は肘をついたまま同じようにいきましょう。ちょっと上体反らす感じです。今度は腰をね、少し縮めるようなイメージ、上体起こしするようなイメージです。腕だるいよーって人はね、手を床についてる、この手をね床に押す感じですると、肘と肩が楽になります。OK。 反対も同じようにいきましょう。一緒に頑張っていきましょう。もし背中がね、つりそうとか痛い場合はね、たまに緩めてくださいね。
で今度は膝を曲げた状態で体をひねっていきますと、これ結構腰がね楽になりますからね。もし肘つくのねだるかったらもう寝たままでもいいです。これ結構ね腰良くなるんでね、よっしゃって、今度はねももの下に膝を曲げてこういう感じ、ちょっとねハードに腰ひねってますが、もし肘つくの難しかったらこうやって寝てください。難しい格好ですけども、よく腰回りがね伸びるんでね、ちょっと難しい格好ですよねこれね。あぐらを組んで体を下向けてるって感じです。今度はね腰をねフリフリしましょう。フリフリはね、もう寝起きとか寝る前とか血流がすごい良くなるんでね。ちょっと難しいメニューもありましたけど、腰回りの筋肉しっかり伸びたと思います。腰が痛くなってしまうとなかなか運動もできなくなって、せっかく身についた習慣もまた一からなったりしますんで、体のケア続けてください。やってみたよって方グッドボタンやコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。